ちなみに私は全然なんかその母親としてのエリザベスについてのディレクション全くなかったので、オッケー出たけどいいんかなみたいな感じでした。もうそれは芽生えてるんじゃないですか、うん、芽生えちゃいましたかいやだって優しかったもんママ上本当に。やっぱりその7つの大罪がこう、まあ、最終回を迎えたりとか、そうするとやっぱりまあどうしたって絶対にまあね、エリザベス演じる機会っていうのは減っていっちゃうなと思ってた中でだったので、まずやっぱり最初にまた滞在できるんだ、またエリザベス演じられるんだっていうのは一つ嬉しかったですし、まあ、もうちょっとこう深く詳細をこう知るにつれて、あ息子とあ息子とそっかみたいな息子の物語を見ることができるんだ、だし母親としてのエリザベスを見ることができるんだ、演じることができるんだっていうのはすごく、うん、もちろん嬉しかったんですけど、なんかちょっとなんていうのかな、緊張に近いようなドキドキそわそわ感みたいなものもありましたね。ついに母性がある人からもう母になったわけなので、うん、そうですね。でもメリオダスに対してエリザベスの方は私はすごくこう変えることを意識しましたね、まあ、メリオダスが変わらないからこそというのもあるんですけど、やっぱりエリザベス自身、私がもうね8年とかずっとやらせていただいている中で、エリザベスどんどんこう演じ方を変化させてきた、やっぱりその彼女の心情とか経験、大きな経験をこうしていくことで絶対に彼女の中で、うん、心持ちが変わっていってる部分は大きいので、それに伴ってお芝居も変えてきたっていう子ではありますし、多分すごく母親、まあ、としての自覚とかをすごく持つタイプだろうなっていうふうに思ったので、もともとすごく愛情深い女性ではありますけど、愛情の範囲がまた一個広がったような、はい、そんなイメージでエリザベスがお母さんになるなったらどんな感じかなっていうのはすごく想像しましたし、それこそその私のずっとずっとの課題である母性どうやったら母性プラスこう母という母性キラーワードなんていうんですかね、女性の持つ母性とかではもはやない、うん、母としての母性、母、ね、うん、よりこうスーパー母性みたいなスーパー母性感じってどうやって出るのかなって、やっとその劇場版の時に梶さんからちょっと、あ、なんかすごい今のセリフ母性感じたよって、エリザベスに感じたよって、ずっと聞いてきましたからね、そう、うん、いただいてすごく嬉しい、あ、ついになんか到達できたのかなって思った矢先子供が生まれてしまったので、はい、そうだね、やっと手に入れた母性から一瞬でスーパー母性、そういうことですよ、やらなくちゃいけなくなったので、うん、家ではすごいいろいろこう考えましたね、うんうん、それこそ自分のセリフいろいろこう自分なりに録音して聞き直してとかもやりましたし、うんうんうん、はい、母親としてのエリザベスを作っていきました。いや、はい、見事にお母さんでしたね、うん、そしてスーパー母性が、うん、もうちょっと感じましたよ母性息子もスーパー母性、スーパー母性めちゃくちゃママ母上と思いましたよ、私がスーパー母性ですそうですね、まあ、私は本当にもうそのまま自分の信じた道を行けばいいと思うよって言いたいですね、ママ上ママ上だ、いやなんか結構今トリスタも大きくなってますけど、うん、それでもやっぱあんなにこう裏表がなくて、まあ、もちろんその年相応のね、だから可愛い部分とかもいっぱいあるけど、でもすごくちゃんと正義感も育っているし、うん、しかもね、ママ上のためにいやもう頑張るじゃないですかもうママ嬉しい本当にママ親バカですすいません本当にもう親バカでしょうがないですけど、トリスタ愛されてるな、もうママとしてはすごく嬉しくて、こんなにいい子に育ってくれてて嬉しいので、もうそのまま自分の信じる道を進んでいってもらえれば、きっとその先にトリスタン自身とトリスタンの周りのみんなの幸せもあるんじゃないかなって思います。映画7つの大罪エンサのエジンバラ前編、ネットフリックスにて独占配信まであと4日、見てねー。